はい、皆さん、こんにちは。元気なおじです。さあ、明るい話題だよ。ね。ノブソンドさんの新商品を見つけちゃった。ね。いつもクリックしてね、ずっとチェックしてるので、追加したばかりのやつを見つけてしまいました。ね。ここにないよ。ね。リトルベア B3 という商品になります。で、過去に元気なおじが紹介したやつが、リトルベア B4X です。昔はね、B4 と B4X と2種類ありました。B4 よりも B4X がね、上位モデルになります。B4 はね、どういうのだったかな、ね、ちょっと忘れちゃったけど、で、これ、おじいがものすごく大絶賛してたんだけど、ちょっとね、一部の方にはね、うん、ノイジーみたいなね、その中でおじいがしてあんまりよく分かんなかったけど、どこがって感じでね、でも、まあ、そんな、いわくつきのビフォーエクス、ね、おじいはすごい気に入ってる。中に真空管が入ってて、この真空管がまたね、いいお仕事をしてるんだよ。ね、で、この B4X は、バランスとアンバランス、両対応しておりました。ね、はい、今回のリトルビア B3、どんな仕様なんでしょうか。ね、店長、まあ、こういうのはないじゃんってね、そうだね、ヘッドホンアンプないから、ちょっと検討してみようってね、この間お話し言ったばっかなんだけども、ね、頑張ってくれたね、本当。はい、そんなわけで、ビア B3 がひっそりと追加されてました。ね、こんな感じ。ポン。ね、3.5 ミリのケーブルと、これは充電ケーブルだね。で、これスマートフォンとドッキングするやつかな、こう縛ってね。だと思う。ね、充電して使うタイプです。こんな感じ。で、中がね、この大きいワンチップだね。おじいのやつは、B4X はね、こんな、ちょっと待って。よいしょ、ガラスが、おじいのってる。こんな感じになってる。ね、これおじい、こっから、バーって落としちゃってね。糊が剥がれちゃったんで。よいしょ。それでも壊れなかった。ね、すごいよ、これ。はい、こうなってます、ね、ここに真空管がダブルで入ってます、ここにチップがついてるね、はい、まあ、見た感じはこんな感じで、後ろ見るとここから充電するのかな、これね、はい、アップグレード版。でも昔の B3 っていうのをおじいは見たことがないB4 と B4X しか見たことがない。見た目は変わらず、内部コンポーネントが高質なハイファイ部分に更新され、ノイズを大幅に軽減ということなんで、アップグレード版ということになります。ね、そうなんだね。あったかみのあるサウンド。うん。あと、すごい低音のパンチがバーンってこう来るからね。本当に。まあ、聞いてみないとわかんないけどね。で、バッテリー保護機能もちゃんとね、ついてるそうです。充電完了時に自動で電源が切れる機能が搭載してるということです。で、USB 駆動対応、ね。で、あとヘッドホンと同時に使用。充電が可能で、モバイルバッテリーで使用も可能ということで、スマートフォンに要は充電、供給することもできる。みたいです。すごいね。これね、後ろの USB がだからタイプ C だから両対応になってるんだね、送受信できるから、ね、はい。で、まあ、使い方としてはスマートフォンの 3.5mm からここに 3.5mm で入力する、もしくはUSB のタイプ C から、ね、3.5mm 変換で入れるっていうね、そのパターンになるかなと思います。これもあれだね、このケーブルだけじゃなくて、片側がタイプ C の 3.5 ミリも同梱した方がいいよね。今のスマートフォン、3.5 ミリのヘッドホンジャック、
ないでしょほとんど。でこれちょっと店長に言っとこう、えもうバレたのって言われそうだね。ではい、あでもおじやだ、あのケーブルのタイアップが来てるんだったね、少々いかか、ね、はい、あったかメダルサウンドバッテリー保護ね、で、デュアルチューブ搭載ね、真空管が2個、はい、アップグレード版、見た目は変わらず内部コンポーネントが高質なハイファイ部品に更新され、ノイズを大幅に軽減、あったかみのあるサウンド、真空管を使用し、トランジスタ製品と比べて深みのある音を提供。バッテリー保護機能、充電完了時に自動で電源が切れる機能が搭載、ね、使用に安心感を与えますよ。USB クの対応、ヘッドホンと同時使用、充電が可能でモバイルバッテリーで使用も可能。デュアルチューブ搭載、5899タイプのチューブを搭載し、他の類似チューブと交換可能。ほんとこれまたで、15時何分にね、追加したばっかのとこスクショ撮ってきました。もう1時間ぐらい経っちゃったけど。交換可能なの？くっついてんでしょ、基盤。だって ここでさっきのハンダ、あのハンダを取って付け替えるよ、付け替えできるよっていう意味だからね、あのここは間違えない方がいいと思うよ、本当ね。そう思うよ、違うと思うよ、ね、はい、そんなわけでね、でこれはねアンバランスだからね、アンバランス。この間紹介したのは、アイワイマさんの H2 は、バランス、アンバランス、両対応だからね。バランスの方が分離感はある。でも、この真空管、このチューブの入ったアンプって、音がいいんだよ。あとね。よいしょと。これだね、この間。よいしょ、ね、西の横綱、これね、相山さんのこれ T5、もうチューブ T5 だけど、もう今同じ名前で全然別のものになっちゃってるけどね、この中にこんなような真空管がね入ってますね、すごくあの澄み切っていい音、こっちはねデジタルっぽい感じなんだけど、まあチューブはでも、あ、ちょっと違うのかな、おじいのと。なんか若干違うような気もするけど。うん、ね。はい、まあ、でも、聞いてみないとわかんないけどね。B4X は 2.5 ミリのバランスと 3.5 ミリのアンバランスとね、ダブルなんだよ。ね。まあ、これでね、バランスついてるバージョン復活してほしいね。ほんと、せっかくだから。あの、TRL のバランスね、せっかくセットになってるからね。さあ、これがね、発売されたら、あの、もう、H2 とね、ガチンコで勝負できるヘッドホンアンプになるんだろうね、きっと。あっちはデジタルアンプだからね。はい、それで、お値段の方がこれです。ね。お値段の方が8899円で、おじいの動画見たって言えば500円キャッシュバックしてくれるので8399円になります。で、なんで相川さんの H2 があれ7990円ぐらいだっけ、ね、約8000円なんで、なんでまあそうすると800、900円だね、900円なんだけども、500円キャッシュバックしてくれるから400円の差です、ね、400円の方が、こっちの方が、お値段がよろしい、ね、真空管ヘッドホンアンプになります。ね、まあ、両方聞き比べたいでしょう。で、Amazon に入っていないので、これ今ね、これがね、今日追加されたばかりで、で、4、5日以内に発送しますっていうことで、Amazon にはまだ入荷されてないです。で、まあ、日本の倉庫からね、発送するのかどうなのかわからないけど、
とりあえずなんか 4,5 日でまだまだちょっと時間かかりそうだけど、でも今日追加したっていうことはまあ近日入荷する可能性がゼロではないね。ということで注文はもうできます。注文はね、はい、そんなわけで興味のある方はヘッドホンアンプなかなかないんでね、今おじいとこで同じのを買おうと思ったらこの間2万いくらぐらいで売ってるね、業者もあったけど、その後1万ぐらいで1万5、6000円ぐらいかなで売ってるショップさんもあったけどもね、本当、うん、まあ希少です、レアです、こういうのね。なかなかね、真空管搭載したヘッドホンアンプを扱うところってないからね、見かけた時にゲットしておかないと手に入らなくなっちゃうよって感じです、ね。まあ、音に興味のある方はね、レアなアイテムだと思うよこれね。でこういうアイテムを買っとけば、まあ、楽しいん でどうせすぐに売り切れちゃったらもうまた手に入らないでしょ。逆にね、プレミアムについてメルカリで売れるよ、ね、楽しんで手放すもよし、楽しんでコレクションにするもよし、もうあるうちにゲットしたもん勝ちだね、音が好きな人だったら、ね、はい、そういうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。リンクはねこの下に貼ってあるので興味のある方はご覧になってください。じゃあね、バイバイ。